明けましておめでとうございます。ジャカルタコミュニケーションクラブのフリープログラム、今年も火曜日の日本語ワイワイと金曜日のディスカッションテーブル、バリバリたくさん頑張って参加してください。日本語もっと上手になりましょう。そして日本人とインドネシア人とでコミュニケーション取っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいね、でもね、あの1年の初めのディスカッションテーブルなんですが、日本人の方がもう浜地さんだけ、まあ、先生もですけど浜地さんだけ、あとの方々皆さんちょっと出られないんですが、まあいいですよね。ね、今日は日本語でもインドネシア語でも大丈夫ですから皆さん。で、今日のトピックは今年の抱負。抱負は何でしょうか。日本語、優しい日本語で説、あ、インドネシア語でもいいんですよ。はい、抱負は何ですか。あ、ここ書いてあるんだね。抱負、何でしたっけ。抱負はインドネシア語。ちょっと見えないこれ。リ、ワユ。抱負バーサインドネシアアバイ。ひたびしゃばい。はい。抱負はインドネシア語で何ですか。リソルシね、リソルシですかね。そう、エリさんありがとうございます。本当はね、ポスターに書いてあるんですが、このジャカルタコミュニケーションクラブっていう生カメラで生そうです、すごく頑固です。はい、ということで、今年の抱負、抱負はまあ今年どんなことをしたいかという、あのプラスですよ、マイナスじゃないですよ、うん、プラスのことで、どんなことをしたい、どんな努力をしたい、何を目標にしたいというような話ですね、抱負です、はい、それでは今年の抱負、ガンガン皆さんから聞きますよ、全員答えますよ。まずじゃあ最初にワユさんいきましょうか、はい、ワユさんの今年の抱負さ、はい、私の抱負は、うん、どうぞ。今は、はい、今年はあの、はい、ダイエット先生。ダイエットと思います。今私の体が、すごい besar や。besar。はい。どうして突然そう思いましたか。この子できる、ティバティバ作ってもいいと。まあダイエット。あくはるすぐダイエット。はい先生。karena、最近、akhir ini、saya、sering、angkat-angkat とか、JCC でね、JCC の、はい、ガンティガンティですから、彼ね、はい、メジャーとか来る人がで、はい、angkat-angkat、はい、最近は、ngos-ngosan saja、aduh、napasnya sudah sesak、sudah tidak bisa、bisa kuat saja、jadi mungkin badan saya terlalu besar jadi、ちょっと、まあ、何キロぐらい痩せたいですか。cepat capek mau turun mau tu cepat 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 ね、mau turun berapa kilo、はい、ですね、mau turun 60 sampai 65 ki mungkin mau turun berapa kilonya, jadi 10 kilo mau turun atau 5 kilo mau turun、mau turun ya saya kira 70 berapa ya先生、多分5キロかな、5キロも取るん、5キロはちょっと頑張んだと思いますよ、はい、たびね、わゆね、カロリーとアンカットアンカットするか、そう、でもね、アンカットアンカットがね、難しくなるのは武漢体重差じゃないと、ウムルジュガヤ、あ、そうですね、先生、はい、じゃあ行きます。アランさん、今年の抱負行きましょう。アランさん、今年の抱負、はい、今年は、コロナのせいであまり運動しませんが、今年もっと運動するつもりだと思います。どうですか、どんな運動をしたいですか。ね、カンフークラスに参加したいです。カンフー、あ、ダンスダンスいいじゃないですかね、スポーツだけじゃなくてアートですからね、ダンスはね。ところで、大学の時、ムトリさんと一緒にダンスことがあります。ダンスしたことがあります。アランさんってプトリさんの友達？はい。そうなんですね。で、音楽はなんか嵐だったとかじゃないの？ジャニーズだった。はい、ジャニーズのダンスです。やっぱりね、ありがとうございます。頑張ってください。で、今度はズームで見せてください、踊りをね、ダンスをね、はい、はい、ジュリウス頑張ってください。ジュリウスさん、今年の抱負、はい、はい、今年は、より健康な自分に近いです。なんか、具体的には、和紙さんと同
同じで、まあ、体重を減らすことですね。お、目標一応 59.0kg に、うん、まあ、リサイクルです。 59.0kg、 今何キロか聞いていいんですか。今は60、まあ、まあ、今は60ですけど、この前は65マリも。ああ、そうですか。じゃあもうちょっと頑張ってということ、はい。なんかみんなやっぱり体とか健康のことを考えるっていうのは、ムンキンではとコロナだから、COVID ですからね。いや、多分ね。COVID、はい、でやっぱり自分の健康のことをすごく考えたかもしれないですね。はい。はい、じゃあ、ディオさん、今年の抱負？はい。今年はできれば日本に行ったら、うんうん、日本人とたくさん友達を作りたいと思います。お、え、リオさんは今まで日本へ行ったことがありますか？ありません。ありません。あ、はい、じゃあ今年は日本へ行きたいです。行く予定？はい。スダダルンじゃな？スダダルンじゃな？電波が悪いので。あ、そう。うん、あ、スダダルンじゃなプルギクジュパン？はい。あります。あ、そうですか。何月、はい、何月？あ、4月。ああ、もうちょっと、もう少し、はい、どのぐらい、8年、9年ぐらい。8年？デラパンタウン？デラパンタウン？はい。デラパンタウン？はい、8年？はい。はい、ルンチャナプロギクジュパンデラパンタウン。知らない。はい、わあ、奨学金をもらったので、今年の4月、行きます。あ、そうですか。頑張ってくださいね。はい、リオさんね、絶対たくさん友達できますね。はい。はい、ルトフィ先生、どうぞ、今年の抱負。はい。多分、うん、なんか男はなんかちょっとなんか同じみたいです。ダイエットしたい。あ、去年はちょっとなんか失敗しましたから、まあ今年はちょっと、なんかもう一回やってみます。ダイエット。あ、去年もルトフィ先生はダイエットが豊富だったね。もう今年ダイエットする でも失敗したのね。はい、それは1ヶ月2ヶ月だっけ、スポーツして、それからまたじゃじゃーん、なんか生負けて、そうですね。まあ、昨日もなんか今日だっけと言って餅食べてたよね。そうですね。あ、でもそれは美味しかった。ありがとうございます。まあ、とにかくルトフィ先生は奥さんと一緒に夜モルタバッコを食べるっていうのはやめた方がいいですよ。ね、それはシタボレや。もちろん。そうですね。はい。オッケー。頑張れ。はい。頑張ります。リファさん、そう、リファさんの今年の抱負いきましょうか。はい。うん、私も、いや、 やっぱり健康関連なんですけど、私の方は、うん、献血ドノルダラできる、はい、体にしたいんですけど、私の方は逆に体重が足りないので、うんうん、あと5キロくらい体重を増やして、あと高なんだら血圧も低いので、うん、献血できる血圧をこう上げることはできないから、うん、ちょっと頑張りたいです。じゃあリファさんは昔から献血っていうのをすごくしたいと思ってるんだけど、体重が足りないのと、それから血圧がちょっと低すぎるから今まで献血をができなかったんですね。したことがなかった、はい、あ、じゃあ今年が、うん、友達がよく献血に行くので、うん、私もしたいと思ってたんですけど、去年、うん、おじいちゃんがちょっと階段から落ちて、うん、輸血が必要になって、それでその時に、あ、私も献血できる人になりたいと、うん、もっと思うようになりました。素晴らしい。もうさっきね、リファさん、タディラキラキスモア、マウダイエット、マウダイエット、マウダイエット。プラス、ティバティバスからリファさん、病気の人のために献血ができる体になりたい。全然違う。ブダスカリラキスモア。すごい。はい。もう、これそうですね。なんていいかろう言って、イニジャでビデオ回とカットやラキラキはね。なんかね。はい。ナンダさん、行きましょうか。はい。今年の抱負。私の抱負は、もっと運動します。やっぱりもっと運動か。ナンダさん、運動は好きですか？あ、ちょっとあんまり好きじゃありません。
なんださん、なんださん、私も同じです、はい。先生も同じ。運動苦手、嫌い。やりたくない。でもやっぱりね、やっぱり運動大切ですよね、なんださんね。どうして運動が大切、やりたいと思うの今。実は今私の体がちょっとパパプグ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 ってなんだ、硬い？運動じゃなくても、例えばヨガとかね、ストレッチとかでも全然大丈夫かもしれないね。うん、頑張りましょう、ナンダさん。ね、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、ポトリさん、今年の抱負。去年はめっちゃくちゃ忙しいだから、はい、今年は来やすい運動、来やすい休み。うんうん、はい、じゃあ休みと運動と休みが欲しいなっていう感じですか。はい、そうですね。なんか今もね、クプトリさん疲れてる感じ、ちょっと 笑っても疲れてる、なんか忙しかったです。dari tahun baru めちゃくちゃ忙しいです、うん、もうなんかハンピルドアプルンパトジャマ来るじゃんみたいな感じ。はい、ちょそうです。パッチャンがわーっと datang ke rumah sakit banyak。ああ、そうですか。気をつけてくださいね、プトリさんね。とても大切なことですからね、はい、プトリさんの仕事はね。はい、じゃあ、ハリオさん行きましょうか。ハリオさんの今年の抱負。はい、もちろん私はちょっと太ったんですが、まあ、そして私は、これですね、はい、はい、運動と、そして私がもう、歴史もブラジャー歴史 も私は歴史が好きですから、はい、今は私は明治エラ明治ブラジャーエラ明治、うんうん、そしてもうブラジャーかブラカンラギエラエラスブリトそうですか。そして、これは今年ini itu tahun terakhir aku kuliahうん、もう menyelesaikan skripsi。あ、頑張れ。それ一番大切。そうそう。はい、もうダイエットしてる場合じゃない。はい、そうですね。はい、そうか。じゃあハリオさんは日本の歴史を勉強するのが好きで、まあ明治以前、明治より昔の歴史ももっと勉強したいけど、うん、でも何より大切なのは頑張れスクリプシー、卒論頑張れですね。はい。エルファノさん、エルファノさん今年の抱負どうぞ。抱負は、はい、もう仕事。仕事ね。仕事を黙ってするっても絶対仕事を見つけるぞって感じね。頑張りましょう。はい、仕事がない。頑張れ。募集中の探すジャカルタにとか。はい。うん。でも、頑張ります。仕事。頑張りましょうね。はい。はい、では、浜地さん、今年の抱負、はい、すごい暗いですけども。すいません、駐車場でちょっと暗いです。はい、私も健康なんですが、はい、腰痛持ちで、うんうん、腰が痛いんですよね。でも一番今楽しいのが、年寄りと一緒にでもできるゴルフなんです。うん、パークゴルフっていうので、はい、練習をたくさんすると腰が痛くなるんだけど、練習を上手になりたくて、上手に付き合っていかなきゃいけないんですけど、目標としては大会でベスト10に入りたい。すごい素晴らしい。まあ、でも浜地さん、なかなか難しいところですね。一番今好きなことはゴルフなんだけど、ゴルフをするとこの腰が痛くなっちゃう。で、腰が痛くなるけど、やっぱりゴルフすると楽しいから気持ちが明るくなる。なかなか複雑ですね、浜地さんね。上手になりたいんですけど、練習したら、しなきゃいけないのにできない、苦しいとこです。そうですね。でも、でも頑張ります。楽しみます。はい。はい。ありがとうございます。お気をつけて、駐車場の中。はい。すいません。でも、大丈夫です。はい。フィルダさん。フィルダさん、今年の抱負、いきましょうか。はい。私も、ハリオさんと同じく、大学卒業、卒論をやります。
そっか、卒論か。これは本当に学生は絶対それは頑張らなきゃいけない。遊んでる場合じゃないですからね。はい。でも、あの、ディスカッション。頑張れ、フィーダさん。そうですね。イェーイ、友達がいるぞ。ですね。はい。じゃあ、ももさん。ももさん。マシ、かゆ、かゆ。ももさん、びさびちゃら。カルシスさん。おかしいですか？はい。じゃあ、いいですよ。ヌルさん、行きましょうか。ヌルさん、今年の方法いいですか？はい。お金に集めます。お金ね、貯金します。貯金します。はい、それとても大事です。あ、ダイエットも欲張り。欲張り。もう重い。そうですか。はい、重いのは今子供さん抱いてるから重いかもしれない。あ、子供、はい、子供さんですかね、ヌルさんとも、あの、はい、抱いてるね、子供さんね。はい、はい、頑張りましょう。今日ダイエットも、はい、はい、ダイエットも何人いましたか今さっきからね、数えると、後で数えてみましょう。いっぱいいますかね。あ、はい、ランニングそうですね、ランニングしましょう。はい、エル、はいはい、さん、はい、エル、はい、さん、あら、駅、はい、駅からもう、あの、駅は終わりました。今まだ駅なんですけれど、テレワークブース見つけてそちらに入って、 あ、 ありがとうございます。静かですね。こちらこそすいません、ちょっと、いやいや、便利です。静かなところがなくて、いやいや、便利です、はい、今はね、いろんなところがね、はい、エル、はい、さんの今年の抱負は。そうですね、うん、まあ、皆さんと同じ通りで、うん、健康ですね、はい、日本に来てから2年経ちましたんですけれども、はい、なんと15キロ太ったということが、ちょっと恐ろしいことが起きてて、エルさんはいい、日本の米美味しすぎて、ちょっとついって感じです。美味しいでしょ、日本のご飯ね。はい、もうリファさんも、リファさん、やっぱり日本の米、ご飯おいしい？そうですね、ご飯がおいしいです。だよね、野菜とかもすごく新鮮です。はい、なので、ちょっと最近も、浜地さんと同じように、ゴルフもちょっとハマってて、この間、今、バックグラウンドで、これ箱根から、箱根の、そう、うん、箱根のゴルフ場にありますけども、はい、ええ、この間、この、ここ、ちょっと見えるか、見えるかどうか分からないですけど、こっちの方に富士山が見えます。うわー、ゴージャス。そうですか、まあ、じゃあ、あの、まあ、美味しいものを食べて、ちょっと太っちゃったんだけど、太ったのをダイエットするためにゴルフっていうのは、はい、まあ、結構いいですよね、このサイクル。はい、楽しい。まあ、あの、そうですけど、ただゴルフだけだとちょっと足りないなと思ってて、うん、まあ、ちょっと、あの、ランニングとかも含めて、あの、会社のもエレベーター禁止っていうこともちょっと自分も決めつしようと思ってます。階段、はい、何階ですか、会社は。15階です。15階歩くの？それで毎日。そうですね、なかなか高いところにあるので、まあ、頑張らないと。頑張らないといけませんね。はい、はい、ありがとうございます。え、いい、あの、じゃあ、あの、エルさんね、あの、15キロ太った分をちょっと、あの、マイナスにして、でも日本のご飯はとにかくいっぱい食べてください、日本でね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ムームさん、ムームさんの今年の抱負は何ですか？はい、今年はですね、やっぱり日本語をもっと上手になりたいですね。なぜかというと、あれですね、あの、もっと日本語がうまくできれば、うん、多分、うん、あの、他の会社で、あの、うん、いいチャンスあるかもしれないと思います。うん、で、そしてフリーランスの仕事も増やせるかなと思いますので、うん、まあ、今年日本語の勉強頑張ろうかなと思っています。そうですか。いいですね、それはね。そうですね。あの、でも、そうですね。うん。うん、なかなか、それしかできないと思うから。いやいや、それだけでき、それができれば十分ですよね。もっともっと自分をステップアップさせようというのはとてもいいことだと思うので、頑張りましょう。じゃあ、ありがとうございます、ムムさんね。はい。で、私、カイキリ先生はですね、あの、今年の抱負は、あの、まあ、皆さんにまた後でお知らせしますが、
あの昔私は劇団をしてたんですね。劇団演劇っていうのをしてました。和湯さんも入っていました。ルトゥキ先生も入っていました。ダニエルさんも入っていました、はい、であのその劇団演劇っていうのは12年間活動して去年終わったんですが、今年からまた新しい演劇のプロジェクトをしようと思っています。でこれをしっかり強い気持ちを持ってまた進めていきたいなと思っています。これが私の今年の抱負です。タンバダイエットかな。ダイエットは最後。はい、ということで、あのファドリさんはあのブラカンポスターファドリさんの、今年の抱負 GCC のいつもテクニカルをしてくださってるファドリさん、どうぞ、今年の抱負。はい、私は今年の抱負は運動します。運動ね、そうですね、はい、運動しましょう。みんな男の人いっぱい運動しなきゃいけない。はい、ということで、今日のディスカッションテーブルはここまでなんですが、来週の、ご案内をしてください。和湯さんお願いします。はい、ミュートミュートです。あ、すみません皆さん、すみません、うん、ミュート。はい、はい、来週のトピックはRestoran favoritku. Jadi Minasang, siapkan restoran favorit Minasang untuk diceritakan kepada teman-teman. So, あのね、日本でもいいですよ。インドネシアでもいいです。で、とにかく、まあ、あの、私はここをぜひ日本人の人に食べてもらいたいとか、インドネシア人の人たちにぜひ日本の東京のこのレストランのラーメン食べてもらいたいとか、そういう情報をみんなでシェアしましょうよ。で、小さいお店でも大きいお店でも、はい、でも、チェーン、あの、フランチャイズとかそういうのでも大丈夫です。ここには、あの、来たシェア、インフォマシーアンテンパとエナ。いや。ということで、今日はここまでです。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。また来週。また来週。